このボッサボサは前が見えんがね。みんな、俺からご報告があるがね。実は今日は毎月恒例の例の日。いっつも動画見てくれとるみんなはお分かりだと思うけど、でやー嫌いなトリミングの日だがね。前にも言ったけど、俺はトリミング自体が嫌いなんじゃんやよ。車酔いの激しい俺が、40分近く、往復、1時間半も車に乗せられることが嫌なんだがね。あー嫌だ。俺なんでトイプードルに生まれちゃったんだろ。あー待っとけのにゃ犬に生まれたかったがね。あーやだ。え？何かちゃん。ブツブツ言っとっても仕方にゃで。はよ支度しやって。わかっとるがね。まったく。母ちゃん俺の気持ちわかっとらんがね。今回はところでどんなカットにするの？またキノコカット？それともテディベア？あー前回も言っとったけど、まさか丸坊主？え？あーみんな、行ってくるがね。たってやまー。はい、みんなにお披露目だがね。今回も、母ちゃんの気に入っとる、もっこりキノコカットだがね。頭がでっかくて、重いがね。日に日にキノコが成長しとる。食べ頃は、とうに過ぎちゃったけど、この大きさの本物のキノコがあったら、なかなかの高級品だがね。ああ、ほんでもまた来月のトリミングまで、頭にキノコのしとらなかんがね。この暑いのに。その頃には、さらにでっかくなっとるがね。俺がギャージに育てた、このキノコ。欲しいっていう方がいたら、ぜひ、コメントにて連絡してちょ。ご無礼しまーす。これからもいっぱい喋るで、チャンネル登録してちょ。